闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前スポー。はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。はい、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。そしてサバイバル経験は特に経験がないキックマーク2アルモットです。メグです。さあ、じゃあ今回も、やっていくんですけども、まあ前回爆発落ちかな。あ、まあね、前回、いや、わかんないね、なんか変なさ盗賊集団みたいなのが現れて、この街をこんな風にしたの。破壊してったからね。ひでえもんだ。まあ今回からだから、ちょっとコンセプトを持ってフィールド作りに早速取り掛かっていきましょうか。なるほどね。問題はどういう風なコンセプトにするかだな。コンセプトね、じゃあハンドガン縛りとか、まあそういうことだよね。ああ、まあそうだね。まあそこから始まるよね。武器は当然ながら、まず武器縛りを決定しないとフィールドは作れないな。それは言えてる。ハンドガンだったらなんか2階建て3階建てぐらいあると面白いかも。わかるわかる。あの、言ってしまえばサバゲーフィールドの室内フィールドみたいなもんでしょ。ああ。じゃあそれで行く？ああ。それでやってみっか。もうこいつらだってとりあえずもう撃ちたいだけだもん、ほら。破壊衝動がすごすぎるだろ。この黒曜石の枠はまた使えるからそのまんまにして。ああ、まあ、別のところに作っちゃったらいいんじゃない？別に、別のところでいいでしょ。ああ、ここはもう用済みだろ。ああ、そうそう、こんなところも、要はね。ああ。隣にもそういえば街あったよな。街をまた。街じゃなくてもいいと思うけど。ああ、そうだね。フィールドを作っちゃって。街は紫外線に使うでしょ。まあ、そうだね。また紫外線をするときに。大きさ的には、この、だから、前回やった紫外線よりは結構、狭めでいいわけでしょ、全然。4分の1ぐらい？ぐらい？そうだね、そんなもんかな。半分。半分ぐらいでいいんじゃない？じゃあそうするか。幅こんぐらい？いやいやいや。幅こんぐらい、せめてさ、その、ここと、その2点置くとかないの？この、こうじゃなかった場合、めんどくさいでしょ、これ。片付けるの。無視。もういいよ、じゃあこれ幅こんぐらいで。いや、これでやっていこうぜ。あんまでかく作りすぎると、クリエイティブモードとはいえ、作るの時間かかるからな。だいたい大雑把にじゃあ横も決めちゃうわ。キックもう少しだね。もう少し？もう少し。ストップ！そこで。はい。そもそも何で作っていくかな。まあ、とりあえずダイヤブロックとか。お、いいね。かっこいい。セレブレティ。イッツセレブレティ。ダイヤゾーンとかなんか、階層で素材を分けるか。ああ、なるほどね。よく、FPS でありがちだよな。アルファゾーン、ドロップゾーン、あいつ今何々ゾーンにいるぞ、みたいな。そういうことやね。そんなこと一度も言ったことないわ。ないね。もうなんかビルみたいな感じですよ。まあそういうことやね。まあビルっていうか、まああんまりさ、だから階層分けすぎるとまた、厄介な話になってくるから、うん、3階建てでいいんじゃない？なんか、ビルみたい、ビルみたいっていうか、建物みたいにするならもう外枠いらんくね？え、どういうこと？ん？いや、なんか、全部こういう木とかで囲むんじゃないの？え、めんどくさくない？キックン、それさすがに。そう、なんかキックンのイメージだとそういう感じになるのか。キックン、それだと黒曜石で囲ってる意味ないやん、全く。うん。え、じゃあどうすんの？床ぐらいでええんちゃうの、さすがに。あ、床だけにする？おう。めっちゃこだわるな。意味不明なこだわりだよ、もう。それなら最初からそう言えよ。じゃあ床だけにしとくぞ。こういう時モッドで一括で置けるようなモッドをちゃんと入れとくのが賢い人なんだろうな。確かに。確かに。あるよね、そういうの。多分ある。まあ、探せばあると思う。これから必要になるんじゃない？まあ、普通に考えて必要になるんだ。こう考えるとやっぱり。もうすぐ床終わるぞ。FPS の、
マップとかデザインする人は すごいな。これが何マスだ。いや、絶対作り方これとまた全然違う。いや、違うけど。絶対違う。いや、そりゃそうだけど。そんな感じつくさ終わんねえぞ。これで床ができた。そして、パーソナルスペースを作ろう。よし。パーソナルスペースは一応黒曜石で作っててもいいな。何マス。ああ、めんどくさいからさ、パーソナルスペースさ、外側に作っちゃうか。ああ、別にいいよ。なんでヘイロー3のあの砂漠のマップってあんな面白かったんだろう。ヘイロー3のそもそもの出来が良かったからじゃない。でもあの砂漠のマップは特に面白かったわ。あの砂漠のマップになるたびになんかもう、ワクワクしたもん。俺は2のウォーターワークスが好きだったけどね。2はだってアロマにボコられた記憶しかないから。確かに。アロマがスナイパーで、俺らは何も知らないのにスナイパーで上から撃ち殺されてる。ああ。今年ここ。初心者のお前らをフルボッコにするバーンとか言って。でもあのマップは俺好きだったかもしれない。この、やっぱ性格が出るよね、このブロックの置き方で。エオエなんてマジひどいもん。エオエがいかにガサつかがわかる。本当だ。本当だ。綺麗になってたんだけどね。途中でめんどくさくなったんでしょ。そう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 。暗黒空間になってる。雲湧いてるぞ。俺らトラップタワー作ってんのかよ。一回暗っ。こっからスタートすんのに暗いな。コウモリ言いすぎ。まあでも、空間的にはちょっと、セレブリティな感じが出てる。セレブリティが？お前のセレブ感どうなってんの？どっちかっていうと宗教的だろ。まあでも階段いいんじゃないですか、これ。うん。ほら、やっぱいいだろ？いいけど、でもやっぱコンセプトが決まってないだけで、階段を取り作るのはまるでって。あとずれてる。まあ早く言ってよ、そういうの。僕も今気づいたんですよ。一回どうしようかな。適当なブロックだらけにする。ブラック。適当なブラック適当なブラックだらけにする。いいんじゃない。初見で入った喫茶店の注文の仕方みたいな。適当にブラックで。とりあえず、とりあえずブラックで。とりあえずブラックで。だから一人が隠れれるぐらいが点在してるのがいい感じなんじゃない。そうだな、やっぱ。ああ。うん、若干それっぽい。じゃあ、それっぽい。見通し悪くなりすぎるから、なんか、フェンス系にしとくか。ああ、なるほどね。相手の姿だけ見えるみたいな。そう。それはいいかもしれんね。なんか、この一直線のルートがすごい、空いてるな。埋めとけ。いやいや、だから、でもそこはだから隠れつつ、ドゥルッドゥルッドゥルードゥー、ドゥルッドゥルッドゥルードゥーみたいな感じで、ザーみたいな。CQC だよ。でもこのど真ん中のとこ来る必要ある？バレバレだよね。クリックすれば出てくるのかな。セットスポーンディレイ280、90。なんかあれだぞ、こいつから。なんか、そうだよね。そうだね、なるほどね。生まれてきてるよね。へぇー、やっぱあるんだね、こういうアイテム。こんな健在アホみたいに出てこられても。どうすんねん。あ、こう。ああ、そうだ。で、これ取って、一定時間だったらまた、湧く。おぉ、いけるやん、これ。なんでキックに卵を。追加した。あんなこの卵。山猫じゃねえかよ。かわいい。逃げてった。ああ、サーバルちゃん逃げてった。ペットを放しとくか、こん中に。でも、弾が当たったらちょっと残虐行為になるからやめてほしい。じゃあ真ん中、どうする？何の武器にする？まあ、強力なのでいいんじゃない？適当に。ああ、スナイパーとか？だから、スナイパーあっても別に嬉しくないんだよな。使いづらいから。まあ、使いにくい。しかもこういう
マップだと。あれ、真ん中、エナジーソードでいいんじゃない？まあ、それ、兵糧感覚すぎるだろ。でも、まあ、ありっちゃありだな。真ん中エナジーソードにしとくか。何こんな虫食いみたいな感じの穴にすんの。やっぱランダム性がないと。ガラスは割れちゃうからなぁ。そうだね、ガラス割れちゃうんだよなぁ。下割りとごちゃごちゃしてきたから上そんなに。まあ複雑な感じしないと。シンプルにしちゃう？重ねられないんだ。上じゃあ水ばっかにする？水の柱。あ、サボテンにすれば。サボテンはね、まあ、砂を置けばいけるけど。サボテンにするじゃん。サボテンとか水の柱とかそういうのにしてみようかじゃん。ああ、彩りは良くなる。そうだな。キックン、このフィールドなんて名付ける？このフィールド？ああ。ファイヤーフィールドとかどう？ダメだ、もう俺も言おうとしちゃった。ドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥドゥル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 ドゥドゥドゥルドゥドゥルドゥルこの虫食いの穴落ちるわ。ここにも強力な武器置く？この真ん中にも。まあ置いてもいいっちゃいいよ。ここなんて狙い撃ちもいいとこだけどな、ここにまで来たら。さすがに。でも誰もいない時に隙を見て。そうだね、陣取っておけば有利になる。なるほどね。あ、急にうなぎ食いたくなってきたなぁ、ほら。元気出るからな、うなぎ。ああ。ケンタかよ。ケンタ言ってたなぁ。となると、今日の昼ご飯はうなぎか。来たかねぇ。来たかねぇ。うなぎ、高級うな重か、うなぎパイ5000トンだったらどっちの方がいい？うな重で。高級うな重でいい。5000トン。5000トンももらったら迷惑。お前らでもいいのか？何の条件も聞かずに。いやいや、お前それしか言ってなかっただろ。後出しですか？いや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 、もちろん。それだけに限らない。今の状況でそれはもらうとしたら、うな重かもしれないけど。絶対後付けだよ。直後に世界が崩壊するものとする。出た、崩壊論。世界崩壊論。うな重食って死ぬわ。ね、もう死でいいよね。もう最後にうまいもの食って。お前ら生き残る努力しろよ。知るかよ。そうなってくるとうなぎパイ5000トン持ってるやつ結構な世紀末覇者になれるで。食料なくなるわけだから。けど、賞味期限があるからやっぱり。でもうなぎパイ結構持つだろ。頑張れば10年ぐらい持つんちゃうの、まあ、そうかもしんないけど、うなぎパイそんな食べたいか。いや、そりゃあれだろ、生命の危機になってんならうなぎパイ食うだろ。食うけど、お前泣いてうなぎパイ多分食うで、うまいみたいな。こんなうなぎパイってうまかったんだみたいな。限界まで腹減らしてみや一回。昔の俺だったらめっちゃ喜んでた。誰か俺を殺してくれ。誰かあるもん殺してやれよ。どこにいんの？もっと効率のいい殺し方しろよ、チクシマ。知らねえよ、その武器で。生き残ったから。知らねえ。もうパンチで、おいし。昔のベッドに戻ってきた。あかんな。もう2階はいっそこんぐらいシンプルな方がいいのかもしれないね。2階はシンプルでいいかもしんない。ちなみに真ん中にはゴールデンデザートイーグル置いたから。ウスポナー1個でいいんじゃないの？え、なんか形的に。見た目でしょ？何このトロッコは。飾り。それ乗れないの。これ乗れるようにする？これ味噌ボンじゃん。懐かしい味噌ボンシステム。ここに来てまさかの。味噌ボンシステム来た。
投入するか、やっぱり。死なないと乗れないから。とりあえずリスポーンポイントの設定はできた。ちゃんとアイテムは、スポナーから湧くようにしたから。おう。あとは味噌ボンシステムさえ整えば、もう。あ、スライムが。味噌ボンシステム整えるも何もって感じだけど。これちょっと待って、脱出できちゃうけど大丈夫。イエーイ本当だ。脱出装置になってるやないかい。この地獄からの。そうそうそう。メイズランナーか。メイズランナー。こっから脱出できちゃうけど。殺し合いなんてもうたくさんだ。うわぁ、俺は逃げるぞ、ほらやった外の世界だ外の世界出てもやっぱ何もないから。何もないね。絶望しか待ってない。地獄の方がまだ良かったっていう。また絶望が始まるから、そこで。見てくれてありがとう。ありがとうございます。ぜひぜひ、MSS プロジェクトのですね、チャンネルの方にも、ちょっとでも笑ったら登録よろしくお願いします。